皆さんおはようございます。タムです。本日もですね、始発で、山に来ております。前回はね、何も調べずにちょっときつい思いをしたんで、今日はちゃんとルートを調べていきました。今日も 1000m 級の山に登ります。じゃあ今日も楽しく登頂していきたいと思います。それでは行ってきます。足元にご注意ください。さて、それでは林道に入っていきます。もう上り坂ばっかりで、すでに息がちょっと上がってるんですけど、これから山登るので体力温存しつつ行きたいと思います。やっぱり標高の高いところは涼しくて気持ちがいいですね。今日は最高気温は平地は30度くらいまで上がるそうです。例えばなんですけど、こう日本の山ってこういう針葉樹がすごく多いじゃないですか。で、これついこの間友達に、林学を学んでる友達に聞いたんですけど、こう今ある、この針葉樹って今がこう木材に使う適齢期というからしいんですよね。もう過ぎちゃってるものも結構あるみたいで、こう今使わないと結構まずいみたいなんですよね。でも今木材の需要ってあんまりなくなってきてしまってるんで、こう輸出、海外の輸出とかに目を向けているらしいですね。それでは標高1200何メートルだっけ、1200メートルちょいの山に向けて登っていきたいと思います。最初から結構きついな。まあ、頑張って乗っていきたいと思います。まあ、この時期ちょっと怖いのがクマですかね。クマには気をつけていきたいと思います。そこまですごいきついわけではないですけど、ちょっとこのずっと続く上り坂やばいな。結構体力奪われますね。鹿さんいますわ。山ですね。クマじゃなくてよかった。日本ジカでしょうね。逃げましたね。逃げ方緩いな。
何の糞でしょうね。確実に鹿ではないですね。肉食系な気がするな。熊ではなさそうですけど。いや、糞とか見つけちゃうとちょっと怖いですよね。多分もっとちっちゃい動物だと思いますけど、テンとかハクビシンとかそっち系だと思いますけどね。いや、道分かりにくい。あとこう、こっちか。だんだんと道が険しくなってきましたね。だんだんと山頂が近づいていってる感じがします。これはね、この前の動画で座りましたよ。ハルゼミですね。登山してるとね、すごい息上がるんですよ。で、こう息上がるとね、野鳥を撮った時にカメラが上下しちゃうんですよね。そこがちょっと難点ですね。ただもう道的にどう見ても三脚持ってこれないんで今日は最初から置いてきました。ウネカオオアリがいますね。僕はちょっと高いところに住むオオアリの仲間ですね。ちょっと野鳥よりハルゼミがすごいですね。野鳥の声をかき消す勢いですね。めちゃめちゃ気持ちいいですね。はい、着きました。標高1224メートルですね。さて、じゃあここから下りつつ別の山に向かいつつ帰っていきたいと思います。まあ、ぶっちゃけ毎回思うんですけど、鳥をねしっかり探そうと思ったら、もうちょっと低いところで開けたところの方が見れるんですよ。でもなんとなくね、こうそういうところってどうしてもこう行き尽くしちゃうんですよね。でちょっと新しいとこ行きたいなってなって、こうね、偏僻なところに来てしまうわけですよ。自然の中で食べるおにぎりは美味しいです。綺麗な蝶ですね。タランチャラタテハッケイだと思います。調べます。ここの森、前回よりも鳥の気配はちょっと薄めですね。前回のとこの方が鳥自体は多かったかな。ちょっとあんまり行きたくないですけどね、前回のところはやばかったから。標高1116メートル別の山の山頂ですね。ここから駅に向かって下っていきます。
野鳥がいないな一つの要因としては、多分この林床が明るすぎる気がするんですよね。要は木しか隠れるところがないっていう状況ですかね。こうなるとあんまり、まあさっき言いましたけどコルリとかはあんまりない感じになりますよね。今銃声聞こえたんですけど、どっかから怖いな。なんか出たんですかね。まあきっとこの辺も狩猟区域だと思うんで、鹿とかそういうのを、まあ、撃ってるかもしれないですね。あとはこうもう一個鳥が、いる条件というか、いやすい条件としてこう沢とか水辺がやっぱりあった方がいいですね。その方が鳥多い気がします。ここはもう何もないんで、もう完全に山しかないんで、そういうところもあるかなって感じですね。標高が下がってきて暑くなってきました。結構違いますね。やっぱりすごい上は涼しい風が吹いてたんですけど、ちょっとムハッとした空気に変わってきましたね。はい、普通の林道に出ましたね。あとは最後この林道を下って帰っていくだけです。最後にね、なんか撮れるといいんですけど、今のところ本当に通常種しか撮ってないですね。普段と全く変わらないですね。変わってるのは景色だけっていう感じになってしまうので、なんか撮りたいですけどね。なんか出てくれるかな。あっつー、もう完全に夏ですね。マジ暑い。皆さん水分補給と休憩はしっかりとりましょうね。なんだかわかります？大白ですね。ちょっとシルエットですけど、やっと取りました。暑い暑い暑い。やっぱこう完全な山の中よりこういう林道の方が好きっすね。歩いてて安心だし、鳥の声も結局こういうところの方が多いっすね。見えないな。あ、なんでしょう。鹿の解体を行ってましたね。ちょっとさすがにカメラは向けられなかったんですけど、おそらくさっきの銃声はあの鹿ですね。鹿もね、あんまり増えすぎると鹿は木の皮を食べちゃって木を枯らしちゃうんですよ。まあ特に今あんまりこう漁師さんとかもいなくなって、鹿がどんどん増えてしまっているので、
まあこうして少しでも数を減らした方が自然全体のバランスは保たれるっていう感じですね。